なんか難しい試合でしたけど、まあ、僕たち後ろのディフェンスライン含め全員でゴール前は守り固く守って前の一本を待ってました、ずっと。で、最後ああやって点取ってくれて本当に最高です。本当にありがとうございます。さとこに投げ入れますか。それではお願いします。多分みんな勝ちたい気持ちだったり、点を取りたい気持ちあったと思うんですけど、そこが、まあ、たまたま僕のところにこぼれてきて、で、僕は決めることができたっていうだけなんで、まあ、みんなの勝ちたい気持ちが、まあ、ボールに乗り移ってくれて、ゴールに入ってくれたのかなと思います。おー、今日はありがとうございました。さあ、見てる男、酒井慎吾選手のサインボール欲しい方、しっかりアピール。本日も暑い中、たくさんの応援ありがとうございました。まだまだ、試合は続きますし、僕らも今日勝ち点3を取った、1試合終わったというだけに過ぎませんが、この勝ちっていうのは本当に大きな、勝ち点3だなというふうに思っています。中断期間を挟んでまた9月から再開される、J3 昇格へ向けての、苦しい戦いがありますので、これからも大きな、声援を選手たちに、我々スタッフにも、いただければというふうに思っています。これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。叫んだか。いいね。はい、OK。